テリヤキの13日の金曜日、ほぼ毎日ライブやってまいりましたが、今日はちょっとねお休みさせていただきます。さあ早速矢探ししていくぞ。ドン。お、早速ヒューズじゃないですか。これは熱い。できれば皆さんに最速で警察を呼んで最速で脱出するところをお見せしたい。結構こう一つの集落というかコテージが固まってるところに案外一つ電話あるんですね。これねサマイバーのマップからはちょっと分かりにくかったんやけど、殺人鬼側、ジェイソン側から見ると、あ、こんないっぱいあるんやと思って気づいたんですよ。だから多分ねこの近辺にありますよ。多分あの電話復旧する発電機がね。ちょっと探してみましょう。さあ、うん、真正面の家に向かって今移動中ですが、さあこの家はどうかな。ありました。はい、復旧します。さあ落ち着いて右、間違えた、右、狭いでしょこれ。スキルチェックはね、左右、はい来た。これで電話をかけるための電力が復旧いたしました。あとはこの建物の中にある電話を探すだけ。ない、あの電話はあの黒電話ちゃいます。あの立てかけたある電話です。見つけた。電話します。I need you to listen to me. Jason Voorhees has returned and he's killing my friends. 俺とか友達を殺そうとしてるんだよ。早く来てくれよ。頼むよ。ってことでね。はい、今、I got it ってことで、警察がこっちに向かってきている。ここから5分ですね。はい。あ、レベルが一つ上がりましたね。この後ろのこのバイオリンのこれが近づいてる音なんですよ。あ、破壊しようとします。やばい、なんとか4分しのぎたい。怖いよ。あ、行った。今ワープして切りつけられた。行って、これ3発食らったらアウトなんですよ。なんとかしのぎたい。よし、さあ怖いよ。どうする、一か八か攻撃してみようか。おい、よし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 ああいう時はね下手に窓から逃げようとかせずに立ち向かった方がうまいこといくこと多いです。あの相手のスカブリを誘ってからその隙を狙って撃ったりとかね、落ち着いて、まあ、ワンチャンス狙っていきましょう。心理的にはちょっと楽やったんですよ。あのナイフが、折りたたみナイフがあったんで、まあ掴まれても1回まではなんとか助かりますから、ね、あ、来てるね、来てる。よし、破すね、潰しましたね。さあゆっくり外に出よう。どうする、どうする。はい、で建物の中に入ると。あ、危ね、これで危ない。一発食らっても血みどろや。これ危ない、やばーいっていうやばーいって顔になってますけどね。ちょっと逃げよう、危ない、本当に危ない。結構ギリです。よいしょ、やばいっす。完全に私ロックオンされてますねこれ。やばい、だからこそ逃げたい、そうです、こうしてね、お、いけたかな。そう、外に出てまた家の中戻るっていうのは実は結構有効な手です。はい、
もちろんあの窓ガラスが割られてない時に限りですけどね、行ったり来たりできるのは。警察は一番西側に出てきます。あの今私のいる位置からは、まあ、ほぼ西ですね。目の前の大きい通りをずっとまっすぐ西に行けば、あの警察がね保護してくれる、まあ一番道の端っこで待ってるんで、そこに近づけば OK なんですけどね。これは結構遠いよ、こっからは。向こうで待機してますよね。ほら、二人がね。他のカウンセラーが、警察が来る予定のところで待機してるの分かりますか？ね、待機してますよね、二人。おそらく、あの、ジェイソンは、もうすぐ警察、あの、ポリスが来るので、移動したと思うんですよ。あっちの出口に。ね。逃がしたくないから。あまり私に構ってばっかりいて、他の二人を逃すのが嫌だから、あの、あと一歩っていう状態なのに、向こうに行ったんです、ワープして。うん。危なかったよ、もう。うん。あと一発食らったら多分、あの、足引きずる状態になってたと思う。もうそうなったら逃げられへんからね、なかなか逃げるのは難しい。回復アイテムがなければね。なんとか今の間にね、回復アイテムを見つけて、うん、回復したいな。お、見っけた。これはありがてえ。これで、復活。もう今さっきはもう、あと一歩で危ない状態やったから、あの状態で待ち構えてるね、あの、まあ、ポリスのおるところ、警察のおるところまではもうとてもじゃないけど、持たないと思ったから、ああ、よかったよかった。さあ、これで向かっていける。スプレー使ってなぜなくならないか疑問に思われた方おられると思いますけども、これはチートじゃないです。これはパークです。救護スプレーを2回作れ、あの、使えるね。僕、レアパーク持ってるんで、その影響です。これは大きいですよ。救護スプレー2回使えるのは大きい。なんとかこう、南の方から、大通りに出て、警察に保護してもらおうかと考えているんですが、あ、来てますね。近い。さすがに走ってたら心音で気づかれますからね。まあそこは、なんとかあの家までね、走って逃げれたらと。で、まあこれ持たないな、スタミナが。だからちょっと回復しよう。しゃがむと、うわぁ、でも近づいてきてる。怖い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 。ダッシュします。うわ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 、近くまで来てる。ビビらんとって、逃げて逃げて。逃げ続けて。やばいやばい。来てる来てる。とうとう見つけられた。危ない。うぅ、来てるぞ。どうする。僕はなんとかこの建物に入った目的は、うん、そうです、なんとか巻きたいんですよね、ここで。はい、僕が見つけた救護スプレー持ってる時の強ポジです。大将わからん、ジェイソンやったら負けます。ここでね、2階から落ちるでしょう。で、膝を引きずってる状態になるんで、スプレーを使います。その間にダッシュで逃げると。あ、でもね、この人うまいですよ、うん、今ナイフあったから助かったもののね、うん、うまい。今の人はよく分かってる。分かってないジェイソンやったら階段降りて外に出るっていう動作、あの無駄な動作します。うん、今の正解ですね。つまり、その、位置の瞬間移動を使って家の外に出て、んで今捕まえたんですよ。このジェイソン使ってはる方、よう分かってます。だから。うん。位置を使って外に出て、瞬間移動して、で、今捕まえた。うまい。うん。はい、しかし。はーい。アディオーす。うわうわうわ、来た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 、あぶね、あぶね、あぶね。うふふふふふ。警察に撃たれてるね。まあまあ、GG でした。はい。助かりました。
まあ、自分で発電機を復旧して警察を呼んで、そして保護されたパターンですね。はい、次いきます。ジェイソン来いだー。まあまあね、もう僕はね、これジェイソンはもうボーナスステージは思ってますからね、もうそのジェイソンを使いたくて頑張ってるみたいなところもありますけど、まあでもだんだん分かってきたんですよ、これね、カウンセラー結構奥深い。うん、このお、まずまあトランシーバーですよね。取るアイテム一つによってね、これ変わってきますから本当に。あ、そうかそうか。おお、また来た来た、また来たよ、ヒューズ、これは大きい。さあ、そしてディサイシブストライク用の折りたたみナイフ、これはでかいぞ、でかい。お、そして目の前に発電機がある、復旧させる。おい、今回結構簡単やぞ。よし、はい、あう、よいしょ、もう少し、はい、焦らず行こう。よいしょ、はい、通電修理完了。さあ電話だ、急げ、ダッシュ。このタイミングで近づいてきてんの、怖い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 な。まずちょっと戸締まりちゃんとしときたい。よっこいしょと。はい、電話発見しました、警察に電話します。私のお父さんは警察っていうパークを持っていてるんですよ。でこれ持ってきたら、その私が警察を呼んだ場合、早く警察が到着するっていうパークみたいなんですね。 22%どう？早なってる？ 5 分やねんけど。もしね、これ見てはる方で警察の時間はっきりわかる方おられたらコメントをください。ちょっと私前に警察呼んだ時の時間をちょっと忘れてしまってるんで、教えていただいたらありがたいですね。確かさっきもそうやった、さっきも5分やったんよ。さっきも僕パークつけて言ってるから同じ時間のはずなんですよね。うん、やっぱ見つけるよね、そりゃね。なんか狙ってくる、あ、ほらほらほら、投げナイフ持ってる、あぶね、狙ってやがった今。窓から投げナイフ投げようとしてやがった、あぶね。さあ一旦窓から逃げよう。さあ角から来るぞ。あー、来た来た来た、よし、そう、外に出てまた中に入るっていうね。 OK、 おっと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 。でそうすると窓からね、行ったり来たりされたくないから、ジェイソンとしては窓枠を全部破壊しなきゃいけなくなるわけです。まあもしくはトラバサミのトラップを仕掛けるっていう方法もありますけどね。で隙を見て逃げると、で次の家に、次のコテージに移動するっていうのを繰り返せば結構時間使えます。うん、はい、ではあの二人にロックオンされてる間にね、うん、ロックオンしてるでしょ、あの二人にね。あの二人をなんとか倒そうと必死だから、うん、あと1分と15秒ぐらい、できるだけちょっと近づいておきたい。うん、ダッシュだ、今の間に。でスタミナが結構重要なんですね。僕はスタミナが半分になったら回復します。でじっとして、でまた移動するというのを繰り返す。ちょっと頑張ったな今回は。で止まると、止まってる間はね、まあジェイソンに見つかりにくくなりますから、もうちょっと北に行かないと、うん、
まあ、今回も北西かな。今の位置からやったら北西ですね。北に行けば大きな通りに出て、この道ちゃいますよ。もう一つ北です。まだまだ油断できない。だって回復、お、着いた。着きましたね。さあ、なんとか早いことね、到着したい。あ、他のカウンセラー2人いてますね。お、銃持ってる。これは心強い。大丈夫かな。僕がジェイソンやったら一気にここまでワープするけどな。まだ来ないね、うん、もう逃げちゃうよ。来た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 、よっしゃ。来ないかな。ちょっと爆竹投げとくわ、来た時のために。いいね、むちゃくちゃ派手やね、これ。煙すげえ出てるし。あ、来た来た来た、おわ、よっしゃー、逃げたし。あぶね。はい、あ、入ったね。今最後の多分爆竹が入ったと思う。ちょうどいいところに、うん、キラーさんが倒れてるし。ぶっ倒されてるし。ジェイソン、ジェイソンダウン。あ、ジョニー、はあ、トミー・ジャービスですよ。トミー・ジャービスもいてますよ。どうしたジェイソン、どうした。カウンセラーに恐怖を与える、それがお前の仕事じゃないのか。頑張れ。おー、いいぞ、捕まえろ。よいしょ、いい、いけ。あー、とことん。すっげえ、折りたたみナイフやん。まあ今もう一人がね、サポートしてましたけど、おーおーおお、めっちゃかわそう。あ、捕まった。捕まった、もうあかんやろ。あ、二発目のナイフ。あー、まあまあ、どんまいだジェイソン。そんな時もあるさ。まあお母ちゃん怒ってるかもわからんけどな。結局プンプンがわからん、お母ちゃんは。何やってるんだジェイソンっていうかもわかんないけど。お、まだいてるやん。ジェイソン、チャンスや。最後、彼だけはやっぱりね。あ、プロペラ持ってるやん、右手に。こいつボートで逃げるつもりやろ。プロペラ持ってるぞ。こいつはジェイソン仕留めないと。ねえ。お母ちゃん、お母ちゃんのやっぱり怒りをちょっとでもね、沈めるには、このチェック柄のヒゲ野郎、追っかけてる、追っかけてる。お、投げナイフ、当たった。いいぞ、いいぞ、いけいけ。ちょっと、ジェイソンを、あ、お、また投げてるし、あいつ。危ねえ、今の。当たりかけたな、今。危なかったな。結構ギリギリやな、これ。やばいぞ。やばいやばい。あ、これ。出る出る、出てくる。あ。よくやった、ジェイソン。よくやった。グッジョブだ、ジェイソン。ねえ。そうですよ。はーい。何人かな？何人倒せたんかな？うん、やっぱね、一番ジェイソン取ってて嫌なのは、速攻警察呼ばれるのがやっぱ一番嫌。まあもちろんそれでみんながみんな逃げれるわけじゃないけどね。はい、ということで遊んでまいりました。今回はカウンセラーの方でね、遊んでまいりました。次回、うん、ジェイソンでまた遊んだ映像をねアップしてまいりますんで、お楽しみに。今回も最後までご視聴ありがとうございました。では、バイバーイ。